旧石川組製糸西洋館旧石川組製糸西洋館は埼玉県入間市にある西洋館。国の登録有形文化財。石川組製紙の創業者、石川液太郎が迎賓館として1921年に建設したものである。戦後、GHQ に接収された際に改造された箇所もあるが全体的に当時の様子をとどめている。 旧石川組製糸西洋館本館と別館の2件が2001年11月20日に国の登録有形文化財となっており2003年からは入間市の所有となっている。また映画、テレビドラマテレビ CM、ミュージックビデオ等のロケ地としても活用されている。石川組製紙は石川エクタロによって1893年に 創業されて以来、ざっくり製紙による製紙業を行っていたが、翌千八百九十四年には蒸気力を用いた機械製紙へと転換していくと、日清戦争や日露戦争などの戦争特需も、相まって柴叩く間に成長していった。最盛期には、現在の入間市に3工場、鞘山市、川越市、福島県、愛知県、三重県、福岡県などに工場を持ち、 1922年度におけるギートの出荷口では全国6位を記録している。また、海外拠点としてニューヨーク五番街にも事務所を設置していた。しかし、関東大震災による損失や昭和恐慌、科学繊維の出現などによるギートの需要の低下といった影響で経営不振に陥り、1937年に解散したテレビドラマ特撮。 ありがとうございます。